こんにちは、こじこじです。今回は前回開封したヤフオクで購入した PC98 謎ボックスから出てきた PC98 のゲーム10本、10連発動作確認を行っていきます。フロッピーディスクの寿命が最大100年って言われているんですけども、環境によってはね、10年以下しか持たないとも言われているので、PC98 のフロッピーディスクのゲーム、もう発売から30年近く経っているものがほとんどなので、動くのでしょうか、検証していきたいと思います。それでは早速動作確認していきます。今回は以前の動画でね、フル装備改造を行いました PC98 ノート、PC98-01NS スラッシュ T を使用して、こちら VGA アダプターというのをね、搭載しているので、大画面にね、出力することができます。さらに VGA アダプターを通すとね、フルカラーで出力されるということで、こちらのモノクロとフルカラー見比べていただければ幸いです。それではまずディスクの少ないね、こちらロードストー戦記福神漬け3ちょっとねやってみたいと思います。それではまずシステムディスクを搭載しまして一度リセットします。メモリーも一応8ギガ増設しているので、ゲームもね、スムーズに動いてくれるんじゃないでしょうか。あ、動いてますね。30年前のディスクなので動かないかなと思ったんですけども、ちゃんと動いてます。セーブアワーコピーライツということでね。あ、これは嬉しい。30年の時を超えてね、動いてくれるんですね。ロードストー戦記。ちょっと僕ね、前回の動画でね、ラノベの走りみたいなことを言っちゃったんですけども、実は違うというね、僕の中では走りかなと思ってたんですけども。はい、ということで、福神漬け3、いらっしゃいませ。福神漬け3はセーブディスクを作らないと遊べません。作り方はハミングハードソフトコーナーをご覧ください。キャンセルキーを押すと簡単な説明が表示されますということで、本日のメニューがハミングバードソフトコーナー、データコンバータ、タクティカルコンバットゲーム、ロードスト9000機福神漬け3を終了するというね、この項目を選べるので、まあ誰しもが行きそうなね、ハミングバードソフトコーナー。あー、ここの絵柄ね、可愛くなりましたね。白黒とからだいぶ違いますね。このコーナーでは福神漬け3をプレイするために必要な作業を行います。あー、ここでセーブディスクの作成だったり、セーブディスクのバックアップ、ウルトラライトメッセージ、ウルトラライトメッセージなんだろう、気になりますね。ちょっと見てみようかな。福神漬け3制作スタッフの紹介コーナーです。このウィンドウに怪しい名前が並びます。カーソルを合わせて左クリックして怪しいメッセージが表示されるので、我慢して読むんですね。では始めましょう。高山先生、白川さん、鶴さん、そうちゃん、社長、コンプの別冊で派手にいろいろ言った割には、今回曲は少なかったですね。いろいろね、こう中の人のね話が読めちゃうというコーナーですね。まさかこんなところにね、このコーナー入れてるんですね。あー、セーブディスクやっぱり必要なのか。ちょっとね、手持ちのフロッピーの枚数が少ないのでセーブディスク作れないので、一応ね、福神漬け3動作確認できました。続いて惑星デスペラント動作確認します。なんか高画堂スタジオさんがね作ってるというね話がコメント欄にありました。高画堂スタジオさん、以前秋葉原にありましたよね。懐かしいですね。なんですかね、 PC 自作通りを末広町にまっすぐ歩いてって右側にあった気がします。動いてるのか。動いてる、すごいな。どっちにしよう、アナログディスプレイ、液晶ディスプレイ。とりあえず液晶ディスプレイの方にさせていただきます。おー、高画堂ということでね。あー、液晶ディスプレイ間違いだったかな。なんかこっちのディスプレイの方が綺麗に映ってる。はい、ちょっとウィキペディア読んだところね、高画堂スタジオなんかいろんなチームがあって、その中の猫さんチームがね作ってるみたいですね。すごい PC98 なのってビレイグラフィックが楽しめるという感じのことを聞いています。やっぱり飛ばせないですね。 PC98 こういう飛ばせないイベント系多いですね。
まあ、なんですかね、ストーリーを楽しむためにはこう飛ばせないのも結構重要だったりするのかもしれない。今のゲームね、結構ねバンバン飛ばしてね、なんかあんまりメッセージ読まないうちに進んじゃったりして、次何したらいいか分かんない時とかあるのでね、まあこれぐらいがいいのかな。あ、めっちゃ宇宙人的なの出てきましたね。あー、なんだろう、縦画面ですね。今のスマホゲーとかに向いてる縦画面ですね。ちょっとね FM 音源がないのがすごく寂しいんですけども、 CG めちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱり綺麗ですね。はい、ということでね、しっかりタイトル出てきました。液晶とこちらのモニター、全然ね違うという、白黒ちょっと寂しいですね。ノートパソコンなのでドライブが1機しかないので、ちょっと進めないのでこの辺にしておきます。続いてコンストラクターズグランプリ動作確認していきます。なんか簡単に手に入るの的なコメントがあったんですけども、結構レアなんですかね。 PC98 は本当に世代じゃないので、何がレアでね、何がレアじゃないのか全く分かんなかったりします。残念ながら IO エラーということで、ちょっと電源落とします。コンストラクターズグランプリ動かない感じですね。とりあえずもう一回だけね動作確認行います。電源オン。残念ながら全く画面も出なくなってしまいました。続いてこちらプラネットフォール動作確認します。どうやらフロッピーしっかり読み込んでるみたいなんですけど、めっちゃバグってる、めっちゃバグってる感じですね。古いイメージだとハッキングされてるみたいな感じになってます。はい、ということでね、めちゃくちゃハッキングされて何も映ってない感じの画面です。なんかこれでうっすらと CG とか出てるんですかね。特に何も出てない。はい、ということで残念ながらこのソフトもダメそうです。ちょっと怖いので電源オフにします。続いてちょっと個人的に楽しみなレミングスですね。レミングス、前回もお話ししたんですけども、スーパーファミコン版はね、子どもの頃友達の家でね、あのやプレイをね見てました。お、どうやら来たみたいですね、メガバイオスということで。お、来た、これは嬉しい。残念ながらマウスを持ってないのでね、操作はできないかな。いや全然絵が違う、白黒寂しいですね。ちゃんとね動いてるみたいですね。あ、マウスなくてもこの十字キーでねこうカーソル動かせるみたいですね。おー、これは嬉しい。全く動かせてる感ないんですけども、プレスマウスボタントゥーコンティニュー、マウス持ってないのでね、操作がどうやらできるのか、一応動作はできるみたいですね。レミングスをこのねゴールにね誘うんですけども、どうやるのかな、ちょっとマウスがないとやっぱり操作困難っぽそうですね。でもとりあえず動いたのですごく嬉しいです。続いてこれも気になっているシムアントですね。ぜひ動いてほしい。一回電源を消しまして、シムアントのシステムディスクを入れて電源オン。あー、画面何も出ない系ですかね。フロッピーが回ってるシークオンすらしないので、フロッピーがダメになっている可能性大ですね。一回ディスク抜いて普通に、ドスからねチェックしたいと思います。シムアント入れて B に移動。はい、今日もねちょっとね邪魔が入っちゃったんですけども、はい、ディレクトリの中身見てみます。おいしょっと。あ、一応フロッピーの中身は見れるんですね。インストールしないと動かない系なのかな。インストールしますか。来ました。アイスクリプトの入っているディレクトリを入力して、アイスクリプト、とりあえずいろいろね失敗してるんですけども、なんとかね動きそうな感じがしてきました。これで動くと思います。よいしょっと。プログラムが大きすぎてメモリに入りません。EMS メモリなどをね、しっかり使えるように再設定したので、もう一度動作確認します。よいしょっと。
インストールしたのに何かディスクが必要なんですね。どっちだろう、システムかな、書き込み禁止。無事にシムアントも動作しました。おー、めちゃくちゃいいですね。このなんていうんですかね、 Windows 3.1 的な GUI 具合がね、いいですね。ということでシムアントも無事に動きました。続いてポピュラス動作確認します。ポピュラス、こちらもねやってみたかったソフトなんですけども、とりあえずタイトルなんか動きそうな感じします。お、来た来た、レミングスと一緒のロゴ。おー、日本語スタッフ、なんか映画の終わりみたいですね。あー、すごいすごい、このソフト1989年のソフトということなんですけども、すげーグラフィック綺麗ですね。その当時だと思うと、今見るとねちょっと微妙な感じもするんですけども、1989年でこのグラフィックってかなりですね。今から30年前でこのグラフィック、いやー、なかなかいいですね。はい、ポピュラスしっかり動きました。それではここからはディスク5枚組以上のね大容量ゲームをプレイしていきたいと思います。まずね、もうすでに持ってるドラゴンスレイヤー、一応ね動くこと分かってるというかね、このディスクが動くか分からないんですけども、ゲーム自体はね動くことが分かっているので、とりあえず起動します。ちょっと電源を捨てなかった。ラムドライブ使用しなくていいかな。はい、ということでね、ちゃんと動いてくれてるみたいです。冒険の続きをする。シナリオディスク1を入れます。はい、ちゃんと動きました。これは嬉しいですね。ダブっちゃったんですけども嬉しいですね。ただ音出ないのでね、本当にね、英雄伝説系は音楽が素晴らしいって聞いてるので、ちょっと音出ないのは残念です。続いてザ・シークレット・オブ・ザ・ブルー・ウォーター、不思議の海のナディア、動作確認します。ディスクがね 1,2,3,4,5,6,7,8 枚ということでね、多分インストールしないと遊べないと思います。とりあえずこのままディスク突っ込んで起動してみようかな。おいしょっと、電源オン。はい、ディスク2を早いな。ディスク1でスタートしたら速攻ディスク2ですか。多分 DOS とか入ってる感じなのかな、起動ディスク的な。それではディスク B。 おー、ディスクエラー、ようこそピシェールの世界へ。大文字と小文字の区別があります。キャプスロックを忘れないように。ちょっと悲しい。もう一回行かないかな。もう一回行かないだろうな。ちょっとしっかり DOS から起動してインストールかけてみたいと思います。ちょっと今カメラの方で見たら、こっちの液晶のねちらつきがすっごいひどいな。はい、治ったかな。治りました。昭和のおばちゃん方式ですね。パンって叩いて直す的なね。とりあえずディスク A を入れて、B に移動して、やっぱりディスク A にはインストールとか入ってない的な感じですね。入ってない感じ。ディスク B にインストールあるのかな。ありますね。インストールコムがありますね。インストールさっきからねインストールうまくできてないんですけども、できるかな今度こそ。おいしょっと、あー、データエラー。残念ながらインストールできない感じかな。とりあえず P シェルって何かな。 P シェル、あー、さっき見た画面かな。 P シェル、おー、画面がバグった。画面がバグりました。超見づらい。ナディアはディスクが読めるんですけども、インストールできない感じですね。ディスク B がちょっと死んじゃってる感じ。やっぱりねディスク8枚組なので、1枚でもダメになったらねインストールできないって結構厳しい、結構厳しかったりします。それでは最後に
こちら英雄伝説3白き魔女ですね、とりあえずディスクいっぱいあるんですけども、オープニングディスク入れてオープニング見てみたい、どれぐらい綺麗なグラフィックなのか、そして 1.2 メガに収められたグラフィックの素晴らしさ起動できないって怒られちゃいました。オープニングなのに起動できないって、じゃあどれから入れるんだ、マスターかな、マスターですね、マスターからいきましょう、マスターから。それでは気を取り直してリセットをしてマスターから。早い早い、なんかダメだった、なんかダメだったみたいですね。もう一回もう一回、やっぱりラムドライブは使用しなきゃダメな感じですかね。はい、とりあえずね動いてくれたみたいです。それでは初めから冒険します。オープニングディスクですね。おお、楽しみ、超楽しみ。オープニングディスク入れて、きたー、きたー、ちょっときた、嬉しい。お、超綺麗ですね。ノートパソコンと液晶比べるとすっごい差なんですけど、めっちゃ綺麗。それではシナリオディスク1をセットします。ちょっとねいろいろね騒音というか音がしてるんですけども、ご容赦ください。それではシナリオディスク1セット、ゲームできるかな、ゲームできると嬉しいな。とりあえず動きました。やった、ちゃんと動作しました。それにしてもめちゃくちゃ綺麗ですね、画面全体すっごい綺麗。とりあえずシナリオディスク全てチェックできないんですけども、オープニングマスターシナリオ1が動いたのでね、これは動作するということに認定します。ということで10本中7本動くというね、個人的にまさかの結果でした。 PC98 のゲーム発売から30年近く経っているものが多いので、半分ぐらい動かないんじゃないのかなと思っていたんですけども、10本中7本動くというね奇跡が起こりました。ただ個人的にかなり気になっていた不思議の海のナリアがね動かなかったということでね、これはかなりショックです。ただねフロッピーディスク8枚中1枚ね故障しただけでインストールできなくなっちゃうのかな、まさかそんなことはないのでね、ケツの方にね何ですかね、修復データ的なのが入ってるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね個人的にねいろいろいじくってみたいと思います。もしね何かご存知の方いればコメント欄にね書いていっていただけると非常にありがたいです。でプラネットフォールなんですけども、フロッピーディスク自体は生きてるみたいなんですけども、起動するとね文字がバーって出てきて、なんかステレオタイプなイメージなんですけども、ハッキングされたパソコンみたいな感じになってしまいました。これはこれで面白いねバグり方なんじゃないのかなと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またチャンネル登録ボタンの横にこのようなベルボタンがあるんですけども、そちら1回だけクリックしていただくことによってね、最新の動画の通知が届いちゃうということで、合わせてクリックしていただけると非常に幸いです。またこちらに前回前々回の動画あるので、よかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。